どうも、スバタです。まあね、今日ぐらいね、マスク外そうか。うん。まあね、昨日行った通りね、床屋でさ、もう、髪型とね、眉毛失敗されてね、ふざけんじゃねえよっていうね、ことなんだけど。まあほんとね、今年ね、1年ね、お疲れ様でした。まあ今年はね、まあ今年はっていうか、今月、まあ多少実りのあるね、1年でした。うん。まだ収益がね、まあドラゴンボールのね、ガセ動画というかネタ動画のおかげで、収益が過去最高。うん。多分ね、これがね、9個は買えます。9個。うん。まあ、10個は買えねえけど、9個は買えます。うん。そんくらいね、過去最大稼ぎました。うん。本当にありがとうございました。あとね、まあ、ちょっと嬉しいことがあってね。まあ、今年結構大物さんからね、返信もらえて、うん。まあ、お支部会が好きだからさ、まあ、今年中から返信もらったりとかさ、あとまあ、昨日、ラファエルさんから返信もらって、さっきもクンさんから返信もらってね、すげえ嬉しかったです。うん。本当ありがとうございました。うん。本当ね、ちっちゃいことなんだけどね、まあ、収益やら、あと、大物さんの返信やらとかね、まあ、結構嬉しかったのと、あと、まあ、他の YouTuber の方とね、まあ、一人だけだけど、ちょっと、まあ、コラボじゃねえけど、まあ、一緒に動画撮れたのも嬉しかったし、うん。まあ、去年、一昨年よりは実りのある一年でした。うん。ただ、やっぱ、いつまでもね、そのドラゴンボールネタにね、まあ、コンテンツ依存型でやってると、オワコンになっちゃうんで、まあ、もともとオワコンなんだけど、俺ね。うん。オワコンのさらなる下があるから、うん。結構ね、人生もそうなんだけど、どん底にいると思いきや、まだ下があるからね。うん。今どん底かなと思ってさ、下見たら、あれってまだマンホール買ったみたいな。まだ下あるのみたいな、ことがあるんですよ、人生っていうのは。うん。で、俺の友達は、ま、それにハマってるけどね。うん。友達も、3度の離婚して、もう、養育費払えんのかよっていうね。もうほんとこのままあったんだけどさ、もう、言われたんでね。ほんとね、今がどん底かと思ったらローマ字が出て、まだ下あるぜって。もう、まだケツの下にマンホールあるのかっつって、その下入ってったら、ね、もうここがどん底かなと思ったら、まだマンホールがケツの下にあって、また開けたらまだ底があるみたいなね。ほんとね、人間ほんとに底知れぬほども底があるから、もうそうなんないようにね。うん、まあほんとうっかり結婚なんかできないね。うん。のは何言ってんのかわかんないけど、まあとりあえず今年ね、ほんと1年ね、皆さん、もう僕のね、つまんない、チャンネルにね、ついてきてくれてね、ほんとありがとうございました。もうほんとに、一般受けを気にしないでさ、やってたもんだからさ、俺。うん。やっぱ流せるのが好きじゃないからさ、うん。めっちゃ流されたわね、今年。うん。やっぱ、今年ね、科学実験系が流行っちゃってね、やっぱ俺、全然関係ないじゃん、それと。うん。やっぱ伸びないのも、まあしょうがないと思いきや、やっぱね、そういう、今年ね、バズった超新星の人たち、まあ実力もまあ認めつつも、いつまでもやられっぱなしじゃねえぞと。うん。まあ、やっぱ俺、物申す系が好きだしさ、やっぱ物申す系に頑張ってもらいたい。とのもあるしさ、やっぱ柴田さん、孫子とかさ、くんさんとか、まあ、カトリオさんとか、大吉くんとか、まあ、ああいう物申す系に伸びてくんないと、俺も結構物申す系が、ね、多い時があるからさ、喋ってる動画が多いから、まあ、頑張ってもらわないとやっぱね、俺もやっぱ伸びないから、まあ、その物申す系を応援しつつも、まあ、ね、超新星の実力も認めつつ、負けねえぞという意気込みで、まあ、来年もね、まあ、頑張らせてもらいます。ということでね、今年一年ありがとうございました。じゃあな。シュッ。